天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。そして今入っておりますパキパキという音はますみが指を鳴らしてる音でございます。やめられない止まらないすいませんでした。いやかっぱえびせんのごとくあなたすぐ謝ったからいいけどね。ねえほんま33にもなって指鳴らしてる場合ちゃうわって話よあそれはもう認識した上でね。これはもうねやめたい。はい、ポキポキすんのは。はい、なんかね関節が太くなるとかも言いますしね。はい、はい、ほんまあのやめる方法ないでしょうか。あなたの心がけじゃないですか。私ほんまあの今日そんな話じゃないけど、うん、癖がね結構多いと、うん、首も鳴らしますしね。私爪噛むのも癖でね。あ、爪噛む癖あんねや。結構な今はちょっとあの爪切りで切ってるから綺麗なんですけど、はい、はいはいはい、治らなくてね。これなんかでも心因性のもんなんかな。爪はそうでしょ、よう聞きますけどね心因性と。そうそう、特にやっぱりねその常々というよりかはその結構なんかどこだって噛んでる人もいてるやんか。どこにいてても、うんうんうん、まあ言うたら、はいはい、ありますあります。まあ楽屋とかにいてても、はいはい、電車の中にいてても、はいはい、常に噛んでる人っている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 。なんかそういう感じじゃなくて割とそのストレス溜まってる時というか、うんうん、今日なんかせなあかん、よし噛むぞってこと。いやいや違う違う違う、なんかあ時間ない時とかに噛む。うん、あんま噛んでるとこ見たことないけどな。そうそう、せやね、なんかそこはなんかちゃんとしててというか、うんうんうん、一人では一人の時しかせえへんねんけど、あこれがほんま治らへんねんな。治ってた時もあんねんけど、うん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 、また復活してはまたやって、うん、でまたやめてみたいな。はあ、これがねなかなかね。これじゃあだから今もう故意的に深く切ってんのよ。うん、噛めへんようにね。そう、はあ、まあまあその噛むとこあらへんから。まあ確かにな、噛むとこあらへんって。噛むとこあらへん、噛むとこあらへんみたいに噛むとこあらへんぐらい切ってるから、ね、うん、物理的に追い込んでるわけね。そうでもそうなると綺麗じゃないやんか。まあね、めっちゃ深いから。うん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 、うん、確かにネイルもしたいのよ。はいはい、まあそうそう、今日はねあのちょっと美容の話したいなと思ってさ。そうね、女性はやっぱり美容が命という、うん、いう言葉が。私はねあのね使ってないわよ化粧水。お察しの通り、化粧水乳液は、化粧水乳液ちゃんとしろみたいな話ありますけどね、うん、まあ、それ以上ねされてる方もいらっしゃいますけどね、うん、私はねメイクを落として寝てないんだから。こっちメイクをしたまま寝る時あるんだから。あるんだからね、化粧水とかいう話はもう二の次三の次よ。でもあまあまあたまにニキビできてるけどそんなには荒れてないよな。まあ、そこに甘えてしまってるよな、なんか正直。やっぱ強い。そう、他のそう、うん、敏感肌ではないから、うんうんうん、正直ね。いや分かる、私もそうやね、うん、強さにかまけて肌強いし、そういった上沼さんのモノマネメイクするのにさ、うん、結構濃い化粧して、うん、でしかもメイク落とすのも服タイプのシートでやってるからこすってるでしょ。良くないって言うでしょ、あれメイクさんに聞いたらね、それは地獄ですみたいに言われますよね。良くないのよ髪は。ほんでしかもそれを1日何回かやる時もあるんですよ、うんうんうん、でもそんなに言ったら乾燥もそこまでしてない、まあ、めっちゃ乾燥してる時もあったんですけど、うんうんうん、今はまあそんな乾燥してないし、はいはい、そんなに吹き出物もいっぱいできてるっていうこともないから。それでサボっちゃうよね。せやねん。でも世の女性はもうだって顔洗うのはもちろん当たり前で、何種類か塗り込んでるわけでしょ顔に。顔洗うのもねこだわってるよみんな。あ、そうよね。そのまず肌をこすらないために、うん、泡で洗う。はいはいはい。でお湯も熱いのじゃなくてぬるま湯で洗う、うん、みんなあの洗顔洗顔のあの爆量の泡でもふってやってるんですか。水島ひっくりさんよろしく。その泡ネット泡で泡立ててる人もいてるし、はい、その泡で出るタイプのやつはいをね柔らかくこすらずにやってる人も。ああそうですか。もうペーストで塗ってるわよ私は。ペーストで擦り込む、ペーストを擦り込んでるわよ。でだからね天才ピアニストの毛穴はね詰まってると思うのよ。だからあのあれでねミクロで見られたら終わりよ。終わったな。すいません、まあ、それで幻滅するようなやつはこっちから寝ないと。うわーな、勇者勇者、うんま、勇者勇者でやっております。心は剣やねんからな、毛穴汚くてもね。許してほしいわそんなものは。え、乳液とかもしてないの。してない。まあやって化粧水、化粧水家にない乳液は。
え、マジ？あ、あんのかな、わからん、あのストックあるかもわかんないですけど、うん、そのもう濡れる状態では置いてないです。それからやったとて化粧水ぐらい、化粧水、うん、最高峰のケアは化粧水です。なるほどね、はい、でもなんかあれ意味ないとかも言うもんね、化粧水だけやったら乳液で閉じ込めな、うん、そんなことあるかね。なんかもうやる人は美容液ね、化粧水やって、ね、化粧水の導入液っていうのをまず塗って、なんやろよそれ、これ相乗効果のね、うん、関西こと、うん、ごじゃ、はいはいはい、関西ごじゃこと関西でしょ関西をニックネームみたいな、関西くん、ね、関西君もね、同期がいてますけど、まあ、彼はちょっとあの肌荒れしてるタイプなので、はい、気をつけてるんやと思うんですけど、うんうん、なんか無印でね、その化粧水の導入液みたいなのがね売ってて結構流行ってるらしいな。なんで化粧水が導入したらの入っていかへんねん。そうやね、何を導くことがあんねん、自分から行け、化粧水擦り込めよという話なんですけど、ああ導入して導入液を塗って化粧水を塗ってるらしい。はあ、だからその女子でもねこだわってる人は導入液、化粧水、美容液、うん、乳液、うん、クリーム、はい、さらに、目元の小じわとかシミとかが気になる人は、はい、目元クリームであったりとか、うん、そういうの塗ってんの。だってそういうロケ行った時もう何種類並んでたってね、あの一個の洗顔で、ね、ほんまにいろんな家庭がある。でもやってらっしゃる方はやってらっしゃるんですよ。やってるんですよ。もうさらにパックをして、うわ、もう顔ジュルジュルよ。そうよもう溢れ出すわよあなたそれジューシーよね、入っていかんわよそんな。そんなやってる人いてんの、すごいよね、うん、でまあ、 あのもちろんやってないですけど、まあ、髪の毛のほら、はいはいはい、ケアもやられてる、リンスとかも。私もね、でも使われてるんでしょうか。今はやってないけどね、看護師やってる時はこだわってて、はい、あの病院でしか売ってないような、あ1本2500円とかする、高っ、美容院1000倍のやつ買ってたよ。高いよ、2500円と。キッチョーでお腹いっぱいよ、2500円だったら。キッチョーで、キッチョーって居酒屋キッチョーで2500円も。ああ、そのキッチョーだ、はいはいはい、千葉キッチョーの、千葉キッチョーは無理よ、えらい安いなと思う、付け足しだけよ、キチドリ、キチドリ、キチドリ、はいああそうですか、2500円として。高い。でヘアオイルも、ヘアオイルも4000円ぐらいの使ったかな。モロッカンオイル、はあ、ドヤ顔してますっせ。バニラの香りがするね。あら、使って。あ、そうですか。やってましたよ。まあその時はカラーリングをね派手めにやってましたので。なるほど、それの温存というか、そうそう、ハイライトやら、ね、はいはい、ブリーチ、ブリーチしてましたもんでね。そうですか、やってた。でもやっぱちゃうんやな、そんな高いやつは。でもやっぱりね、これはお金なくてもできることはせなあかんなって思うよね。まあそうですね、最低限。確かに。でも美容院行ったらトリートメントしたりしてるね、今でもね。せえへん。だってあなた量少ないのよ。そうでしょ。持てないわな、ちゃうねん。そんなもうこの刈り上げのとこ塗り込まれてしゃあない。おい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 。でもこの間ね、あの美容師さんにね、刈り上げ柔らかくなりましたねって褒められたのよ。どういうこと？なんか、その毛質がちょっと柔らかくなってきたらしいのよ。まあ、ヘアオイルをね、最近使ってるっていうのもあるんですけども。あ、使ってんの？それは、あの、あれですよ、ボリュームを抑えるためですよ。セットでってこと？セットの時に、うん、まあ、あのそうですね、うんうん、はい、トリートメントと別にやってるっていうことなんです。それは髪にツヤを出すために？うんうん、そう、うん、かつ、まあ、その バサッてなりがちやから、はい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 、私髪の毛がね、それを抑えるためになんですけど、それの副作用というか、うん、本作用やろ、まあ、本作用かメインディッシュ、メインディッシュ作用、うん、が出て、なんか刈り上げ部分が柔らかくなってますっていう、報告だけ、あの、はい、そういうのもあるんやな、はい、らしいです ね。まあまあ、でもあの、はい、やってないですね、髪の毛に関しても。美容はでもせなんか、だからパックとかもさ、結構ファンの方にいただくでしょ。いただいてます。それをやってます。やってます。やってる。はい、あの休みの日とかに、うん、あの余裕がなかったらあれですけど。やっぱりちゃうよな、やったら。違うね、これやって寝たら、うん、次の日やっぱり鼻の保湿具合違うよ。違います。普段やってへんから余計わかるよ。うん、そうね、うん、違いますね、やっぱり化粧した時の感じとかも。ほんでやっぱりコットンで化粧水 はたき込まなあかん。あ、そう、うん、フリーハンドではあかん。ハンドでやってるっしょ。ハンドよ、もちろん。あれ、ハンドはやっぱりね、その衛生面とかもあるし。あ、菌がね。そうで、こうまんべんなくいかへんらしいのよ。もう菌の話やめてほしいね。まだ繁殖するんですよね。そうそう、雑巾かけてるみたいなもんですから。そうそうそう、何拭いた雑巾やねって言ってるんですよ、うん、ちょっと
そうやね、うん、確かに肌ね。あと私あの歯のホワイトニングやってみたいですね。ああいいね、はい、でもどんぐらい持つんかとかどんぐらい白くなるんかとかが不安すぎてね、はい、まあ、安くないじゃないですかホワイトニングって。なんか家でできるホワイトニングとそのお店というかまあ歯医者さん、うんうん、クリニックでやるホワイトニングってあんねんけど、それもどっちがいいんかも分からへんし、なんかね、染みるとか染みひんとかいろんなありますやんか。なんかね、薬液染みるとか言うよね。そう、おすすめのホワイトニングありますか、難波界隈で教えてください。私もコーヒー飲めへんとかなったら終わりやから。うわそんなん無理やな。そうやろ。でもなんかしばらく飲んだあかんとか書いてあるとこもあるんですよ。期間内はやらんといてください。色沈、はい、いや色素沈着を色沈って言うんだあかんよ。思われた。あれみんなご存知の略詞じゃないから、それあなた。敷地を皆さん使ってないから。あと、色素沈着のことやね。色素沈着するから。ちょっと噛むんかよ、ほんで。沈着。そうですね。だから私はね、やっぱり脱毛にね、出ました。通い直したい。通ってたもんね。脱毛通っててね、めちゃめちゃ綺麗やったんですよ。うん。もちろん脇も綺麗やし、お顔も綺麗やし、うん、であの女の子全員が気になってる、はいはいはい、あのおしもの VIO ですか、うん、そこも綺麗にしてたんですよ。痛いんですかあれはやっぱ。まあ痛いっちゃ痛いけど、私は割と我慢できる方やった。ああそう。でも V は痛かったな、ここ。ああ、ここってでも今ラジオが分かるけど、はい、布が擦れる音だけがしたんですけど、 V は痛い。あそうですか。でもそれ今ちょっとまた放置してるから、通いたい放題に入ってたからね、また通い直したいなと思ってる。はあ、でもやっぱりやってますもんね。やっぱラブシーンとか来た時にさ、いつ来んねんそれ。早めに歌ったわ。ほんまいつ来んねん。誰とやねんほんま。再現 V やろマスメやったら。再現最悪や。再現 V のラブシーン。再現 V なんか出たないわ。あなたマックスよそれ。すいませんけども、ちょっとそれは討論ですわ。再現 V の討論をこの後したいと思います、はい、それではお時間です。皆さんおやすみなさい。